ビルにあるノートルダム大聖堂内に設置された。18世紀の作品。十二使徒などをかたどった様々な人形が登場する。カラクリ時計とは時計に特殊な表示機能を追加したもので、その多くではカラクリなど自動人形などが時報として何らかの人形劇を上演したり、音楽を奏でたりといった機能を持つものを指す。カラクリは？ 元々は時計などの機械装置全般を指していた。後に、カラクリ自体は日本で、カラクリ人形に代表される古典的なロボットを指す、語となり、これが19世紀にヨーロッパに伝えられると、カラクリと呼ばれるようになり、いわゆるオートマタのような、成功な人の動きを真似る人形なども、カラクリと呼ばれるようになった。語源からすれば、時計に機械を組み入れることを指しているような、 からくり時計という語だが、からくりが機械仕掛けの人形を指すようになると、これを組み入れた時計を、からくり時計と呼ぶようになったと推察される。いわゆる、からくりは、外部からの操作をきっかけとして何らかの動作を行う装置だが、これを時計と連動させ、所定の時間に、からくり仕掛けの動作を行うものが、いわゆる、からくり時計とされる。からくり時計の一端には、 鳩時計のように時報を鳩の模型と笛などで表すものが挙げられるが一般的に言うとこれをさらに複雑化して人形劇などを上演してみる者の,の目を楽しませるものが主であるオーケストラを模したものもある一方観光地では地域の歴史を表す劇を毎日正午などに上演するものも見られるこれらはその複雑さや規模にもよって個人向けから 時計等などに組み込まれた公共のものまで、様々なものが存在している。家庭用大型からくり時計成功ファンタジア RE540M 基本的にこれらからくり時計は、時計機能と仕掛け表示機能の2系統の機械装置を、時報という機能で連結させたものである。時計が、表示装置に時報というきっかけを与えると、イベントドリブン装置である仕掛け表示機能が働く。 時計部分は、時報というきっかけを与えるわけだが、時計自体の表示機能がないと時計としては役に立たないため、仕掛け表示部分の上などに時計としての時刻、表示機能を持つ。高度化されたものでは、時刻表示機能が一時的に移動して、仕掛け部分がせり出し、何らかの動作が終わったら時刻表示に戻るなど、一見すると、からくり時計に見えないものも存在する。 旧来は機械式時計であったが、後にクオーツ時計が開発され、この電気的な時計が後にデジタル時計などに置き換わっていくようになると、時計部分はデジタル時計で、表示機能部分はアニマトロニクスなど電動式で、コンピュータで制御するものなどの高度化、複雑化したものも登場している。また、この仕掛け表示機能を完全に映像機器にとって変わらせ、指定時間には、 所定のスポット映像を放映するものも見られるが、こちらは、大型映像機器が、社会にとって当たり前となった地域では、あまり注目されない場合がある。現在では、電波からくり時計が増えてきており、ヤジーを受信して、いつでも正確な時間がわかる。また、からくりを行うだけでなく、天気を知らせてくれたり、時報がついているからくり時計も、ある。汎用型からくり時計。 聖子観覧車、ありがとうございます。